エーダー税を形成するエーダータールダムエーダー川は、ドイツを流れる全長 177km の川である。ノルトベストファー練習のエーデルコプフさん、ラーアン川やジーク川の水源近くの標高 620m の地点から流出する。ラーアン川やジーク川が共にライン川の支流であるのに、対してエーダー川は東へあるいは北へ向かって流れ。 ヘッセン州エーダーミュンデグリフトで古田川に注ぐ。エーダー川は古田川支流の中で最大の川である。エーダー川沿いの町は小さな田舎の町が多く、バッテンベルク、フランケンベルク、バルデック、フリッツラーがある。流域面積は3362平方キロメートルで、水源から交流点までの流域面積では本流である。古田川の上流部よりも広い。 バルデック近郊に1914年に完成した岩とコンクリートによるダムはエーダー税貯水湖を形成する。この貯水湖は全長2 7トルで水力発電やベーザー川水運のための水量調整の役割を担っている。このダムは1943年5月17日に近くのメーネ貯水湖ダムと同時にイギリス空軍の空爆を受けて破壊され甚大な 損傷を被り、ダムのすぐ下流にあった、ウクライナ人捕虜の労働キャンプの人々が大部分を占める、下流に住む多くの人命が失われた。ありがとうございます。